キツネさん、一緒にモンスターハンターでもやろう。あれ、ここキツネさんの家のはずなのに、誰もいない。もしかして留守だったのかな。でも、事前に来るって伝えておいたんだけどな。わ、ひゃあ、ちょっと、驚かせないでよ。タヌキさんを驚かせた時のリアクションはいつも面白いわね。たまに本気でびっくりしてフリーズしちゃうことがあるけど。タヌキの習性の死んだふりが発動しちゃうからしょうがないね。というわけで、今回は動物の珍しい鳴き声について紹介していこうと思うわ。珍しい鳴き声？別に犬はワンワン鳴くし、猫もニャーって鳴くし、珍しいものじゃないよね。じゃあタヌキさんは、キリンやシマウマの鳴き声を知ってるのかしら？シマウマの鳴き声？ヒヒン。それは普通の馬の鳴き声じゃないの。言われてみると有名だけど、鳴き声が浮かんでこない生き物はたくさんいるのよ。それで、私の独断と偏見で、メジャーだけど滅多に聞かない動物たちの鳴き声を紹介するわ。今回紹介する生き物はこんな感じよ。ほんとだ、確かにどれもパッと鳴き声が浮かんでこない動物ばかりだね。ちょっと待って、肝心の鳴き声って準備してあるの？ここに私がいるじゃない。いやいや、鳴き声の音源はどこにあるのかなって。私の声で再現できるじゃない。めちゃくちゃ得意げだけど、今日のキツネさんちょっとおかしいぞ。もしかして、キツネさんの声で動物の鳴き声を再現するってこと？そういうことよ。私の七色ボイスを堪能するといいわ。まあ頑張ってね。と言っても、ちゃんと本物の鳴き声が聞ける動画のリンクも載せておくから、安心して見てってちょうだい。じゃあ、まず最初に紹介するのはキリンの鳴き声よ。動物園のシンボル的な生き物だけど、そういえば全然わからないよね。ゾウさんは、パオーンと鳴くって誰でも知ってるのに、キリンの鳴き声だけは全然取り上げられないわよね。というわけで、キリンの鳴き声はこんな感じよ。グモー。こんな感じかしらね。今日の動画本当にこれでやりきるつもりなの？ちなみにキリンは、ほとんど鳴かない生き物で、キリンの子供の鳴き声は、高知県立の一動物公園の飼育員さんが、奇跡的に、スマートフォンで撮影に成功したものが残ってるわ。飼育員さんなんて、一日のほとんど一緒にいるはずなのに、そんなに鳴かないんだね。キリンは、偶蹄目、つまり牛の仲間でもあるから、鳴き声はわかりやすく言うと、もうって感じで鳴くから。鳴き声自体はそこまで面白いものじゃないんだけど、レア度はかなり高いわね。ちなみに、動物の鳴き声というのは、伝えたいメッセージがあったり、コミュニケーションだったり、仲間や母親に居場所を知らせるために鳴くことが多いんだけど、自然界で不用意に鳴き声を上げると、天敵に居場所を知らせてしまう恐れもあるのよね。もしかしたら、キリンは背が高いから鳴き声を上げなくても、目視ですぐ見つかるから鳴かなくなったのかもね。具体的な理由は分かってないけど、そういう推測をするのも、一種の観察の楽しみよね。次に紹介するのはシマウマの鳴き声よ。これ、ヒヒーンじゃなかったら何が正解なの？じゃあ、正解の鳴き声をまた私が再現するわ。ありがとう。ワンワン、ワンワン。その鳴き声完全に犬じゃんか。やっぱり、今日のキツネさん壊れてる。あら、嘘だと思うなら実際に動画を見てみればいいじゃない。マジだ。これ音声加工してるとかでもないもんね。シマウマは、名前に馬とついてるし、馬目馬か馬族だから、分類も確かに馬にかなり近いんだけど、実は、馬か馬族ロバー族に分類されるロバも、同じようにワンワンと鳴くのよね。ほら、こうやって、シマウマとロバと馬を並べてみると、どっちがシマウマに近いように見える。よく見ると、耳の大きさとか尻尾の長さが、確かにロバとそっくりだ。全体的にずんぐりむっくりした感じも、馬というよりかはロバに外見的特徴は似ているわね。そして、どうしてこんな鳴き方をするのか考えてみたんだけど、シマウマの天敵は自然界だと足の速い肉食動物が多いから、少しでも周囲に危険を知らせつつ、なおかつ、自分の居場所を鳴き声で悟られないようにするため、破裂音のように短く大きい音、つまり、ワンワンという鳴き声が最適だという風に判断したんじゃないのかしら。ヒヒーンとか長い鳴き声だと、確かに居場所がすぐバレちゃいそうだもんね。じゃあ次に紹介するのは、キツネの鳴き声よ。そう、つまり、私の出番よ。めちゃくちゃやる気満々だけど、そもそも、クールな感じのキツネが鳴くところ想像つかないな。というか、キツネといえば、コンコンじゃないの？全然違うわよ。私が本物の鳴き声を再現してあげるわ。うわー、うわ
狐さん一つ言っていい？はい、何でしょう。可愛こぶりたいのかな？失礼しちゃうわ。正真正銘これが私の鳴き声なのに。プンプン。やっぱり可愛こぶってる。というか、動画見たけど、本当にちょっと低めぐらいの猫みたいな鳴き声で鳴いてるし驚いたな。狐は、猫目犬科の仲間だから犬のような猫のような鳴き方をするのよね。ちなみに、タヌキも同じ猫目犬科に分類されてるから、鳴き声は結構似ているのよね。というわけで、タヌキさんには、タヌキの鳴き声を再現してもらいましょう。無茶ぶりしてくるな。はい、3、2、1。クオン！クオン！タヌキはこんな感じに鳴くんだよ。変。あなたも可愛こぶってるのかしら。まあ、私の可愛さには遠く及ばないかもしれないけどね、キャピ。一体何を張り合ってるんだろう。じゃあ次に紹介するのはペンギンの鳴き声ね。そういえばペンギンも鳥類だけど、鳴いている姿は全然見たことないな。実際に再現してみるわね。クエーウェ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 ー。頑張ったけど、再現がかなり難しかったわ。ちょっと怖いよ、キツネさん。ペンギンは小鳥のようにチュンチュン鳴くんじゃなくて、お腹に空気を入れて吐き出しながら一気に鳴くから、ちょっとのぶとい感じで、見た目に反して、結構惜しい鳴き方をするのよね。でも、アイガモとか大きめの鳥って、そんな感じの鳴き方してるよね。ちなみに、鳴き声の参考にしたのは、大人のウーサマペンギンの鳴き声だから。子供ペンギンだともう少し高くて可愛らしい鳴き声を出すんじゃないかしら。次に紹介するのはコアラの鳴き声よ。コアラも全然想像つかないな。というか、よくよく考えたら何の仲間なのかもわからない。コアラは草食種目、いわゆるカンガルー目に分類される生き物なのよ。へえ、全然イメージつかないな。じゃあ実際、どんな鳴き声か再現してみるわね。ゴゴゴ、ゴゴゴゴゴゴゴ、ゴゴ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 ヒー。バイクのエンジン音かな。コアラはこんな風に、重低音のバイクのエンジンのように徐々に音を出して、最終的にグヒグヒ言うのよ。まあ、悪い言い方をすれば、おっさんのゲップ。それを言ったらおしまいだよ。いつもは鳴き声なんて出さないけど、オスが縄張りを守る時に発することがあるのよ。それにしても、どこからそんな重低音を出してるんだろう。動物園で鳴き声を聞きたい時は、8月から2月の繁殖期を狙っていくのがおすすめよ。この時期は、オスがメスにアピールするときに泣いてる姿を見ることができるかもしれないわ。ツイッターで実際に泣いている姿が見れるけど、メスがオスの何とも言えない鳴き声に反応して、木の上で挙動不審にビクビク反応している様子を観察することができるわ。次に紹介するのはパンダの鳴き声よ。パンダって漢字で書くと熊猫って書くから、きっと熊みたいにワイルドな鳴き方するんだろうな。じゃあ、実際の鳴き声を再現してみるわね。キュルルルル、キュルルルル。何その可愛らしい鳴き声。確かに、熊の仲間なら、グオーオーみたいなワイルドな鳴き声を想像するかもしれないけど、私が参考にした動物園のパンダの鳴き声は、どれも可愛らしい鳴き声ばかりだったわね。確かに、彼らは熊科の生き物だけど、完全に人間の飼育下で育てられていて、基本的に、赤ちゃんの頃から人間に甘えん坊で、撮影している人に甘える鳴き声を出してるのかもね。この鳴き声なら、人間に愛されるのも納得だね。次に紹介するのは、カバの鳴き声よ。かなり昔の動画でやってたけど、カバって、クジラの仲間でクジラ偶蹄目ってのに分類されてるんでしょ。そうよ、よく覚えてたわね。ということは、鳴き声もわかるのかしら。クジラ偶蹄目には、牛とかヤギとか含まれてるから、モーとか、メーとか鳴いたりするのかな。じゃあ、正解の鳴き声を再現するわね。バブー。ギャグかな？おふざけなしの本気のカバの真似よ。参考にしたのは、水の中にいて、仲間の鳴き声に反応したものだから、普段はもう少し違うかもしれないけど、牛とか馬とか他の偶蹄目の仲間からは考えられないユニークな鳴き方なのは間違いないわね。イメージとしては、アシカとかそういう系統の鳴き声に近いかもしれないわ。あそこら辺の生き物は、ポウポウって鳴いてるよね。次に紹介するのはトカゲの鳴き声よ。トカゲってそもそも鳴く生き物だっけ？トカゲ全体では鳴き声を出すのは一部で、今回はヒョウモントカゲモトキの鳴き声を紹介するわ。この生き物は、身の危険を感じた時に、威嚇としてこんな風に鳴くのよ。ピー！警報器かな？
どちらかというと子供が履いてる音の出るサンダルみたいな感じね。ちなみにこの鳴き声、どこかで聞いたと思ったら、以前紹介したアメフクラガエルと同じ鳴き方だったわ。こっちの子も威嚇するときとかに足を突っ張って、音の出るサンダルのような声を出すのよね。必死の威嚇も、人間からすればサンダル扱いされるという不憫さ。これで珍しい生き物の鳴き声の紹介は終わりかしらね。あれ、でも、キツネさんの手元にまだ紹介していない動画があるみたいだよ。何これ？あ、それは…むむ、これはまだ見てないキツネの鳴き声の動画だ。もしかして僕に黙ってこっそり自分だけ楽しもうとしてたな？いや、それはその…キツネさんがそのつもりなら、先に僕がこの動画見ちゃうもんね。さん怖いよ。キツネの鳴き声なのに、なんでこれ田舎で突然子供を追いかけてくるおばあさんみたいな声してるの？わあ。ひぃ。概要欄にリンクがあるから、みんなもこの動画を見終わったら覗いてみてね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。